形式と同じまして、あの上流部署の景気面に、プロジェクションマッピングを映写するという映画の勤務の中にも引けを取らないスケールの大きいイベントとなっています。どうでしょう、こんなイベントってなかなか珍しいですよね。いや、本当ありがたいですし、僕自身本当に単純にすげえ楽しみ、今日の子になってるんですけど、いや、やっぱキングダムだからできるっていうこの希望感、本当に楽しみです。そんな山田さんにも楽しみにしていただいている今回のこのイベントなんですけれども、しかもですよ、贅沢にも今回このステージをご覧いただけるのは50名の皆さんだけということで、今回もプレミアムな特別なイベントになっています。そして本日上映するこのプロジェクションマッピングの映像はここでしか見られない大変特別な映像となっています。今回の三菱 UFJ 銀行映画キングダムプロジェクションマッピングのテーマはズバリ夢の始まりです。映画キングダムでも大将軍になるという夢を抱く少年神父の若き王エースの中間統一という夢を壮大なスケールで描いています。今回の16章の壁面に三菱 UFJ 銀行映画キングダムプロジェクションマッピングの映像が投入できるとは、これもまた夢つながり夢のようなイベントですよね。どうでしょう、まさに夢のようですね。いや、ちょっともう出てるんですね、文字が。感動的です。どんな世界なのか、仕上がってるか楽しみじゃないですか。そうですね、なんかまだ完成しない仮の映像をちっちゃい携帯の画面で見せてもらったんですけど、それだけでもすごくて、今日はお完成形が見られるということなので、すごい楽しみにしています。ぜひスケールの大きさを楽しんでいただきたいと思います。そしてこの三菱 UFJ 銀行と映画キングダムのタイアップキャンペーンが盛り上がっているということなんですけれども、先日は三菱 UFJ 銀行限定の特別社会も行われました。キングダムの世界観にジャンプされた銀行の連携力も名古屋で展開されているということなんですけれども、山崎さんもこちらに行かれたということなんですけれども、行ってきました、名古屋に。すごかったです。もう壁一面がキングダムの、世界観になってて、なんか僕が演じたシーンも5メートルぐらいのすごいシーンがいるし、ちっちゃいシーンも4人ぐらいいて、合計5人ぐらいいてそんな経験も初めてでしたし、しかもその漫画のそのシーンと衛星と火竜天と陽太郎と王騎がいて、もう本当に原作ファンの人もこんなでかいキングダムで見れるっていう、本当に大嫌いだし、いや本当にすごい特別でした。まさにキングダム一緒とは言ったことですね、はい。さあ、ちなみに東京でも新宿支店でキングダム展開がされているので、ぜひ皆さん足を運んでいただきたいと思います。さあ、そして今日は山崎さんにお越しいただいたので映画の話を少しお伺いしてあげたいと思います。今回は中国で話を伺いしておりますが、中国の夢はいかがでしたか？いや、本当にもう規模が違くて、王宮のセットがめちゃめちゃでかくて、人も馬も何百人いるんだろうっていうぐらい、すごいスケールの中でキングダムを撮影できて、なんか本当にキングダムだなっていう感じがしました。まさにこのキングダムの世界がこの飛び出してから再現されたというスケールの大きさなんですね。なんか本当にそのぐらいの規模でできるから中国に行った意味がありましたし、それぐらいスケールのでかい映像になっているので、もう本当に映画館で視覚的にも本当に楽しめると思います。これは楽しみ方がきっとできますね。たくさんの動画ありそうです。ありがとうございます。さあ、皆さんもう見たくて止まらなくなってきたところかと思いますが、今回もまさきさんシートの手作りにもすごく力の今とお話を聞いてるんですけど、どんなふうに思いましたか？そうですね、これだけがっつりアクションをやるっていうのも初めてだったので、シーンならではのアクションっていうのを作っていきたい、キングダムならではのアクションを作っていきたいっていうので、シーンは奴隷の少年で、我流で親友のヒョウとずっと修行してきたので、肩にはまってない野生すごい考えながらアクション映画もいっぱい見ましたし、で
るべく体もすぐできるように食事制限をしてアクションをひたすら練習したら体が細くなっていっていいかなって。それだけの思い出の強い作品ですね。そうですね、本当に大好きな作品なのですごい思いを込めてやらせてもらいました。一大会でも取り組まれたりアクションにもすごく勉強されたりして、はい、本当にもう全てにこの一度もこう見逃してはならない作品に仕上がっていると皆さんすごく今のお話聞いただけて本当に楽しみにしていらっしゃると思います。ぜひ今回がお待ち遠しいです。皆さんぜひ楽しみにしていてください。さあではお話をお伺いしてまいりましたけれども、早速投影式の方にも今日は移ってまいりたいと思います。ここで少しプレスの皆様向けにお答えをお取りしたいと思いますので、皆様の準備をお願いいたします。なお一般来場者の皆様はちょうどお時間を持ってくださいので、撮影の方はご覧ください。で今回こちらのお答えでは複数担当をご用意してございます。でまず渡辺さんと山崎さんでフォトパネルをお持ちいただいて、はい、こちらでそれでは出演の皆さんからお願いします。一般来場者の皆さんとおいてください。では出演の皆さんから参ります。正面からお願いします。正面です。お願いします。
少し手を振っております。カラマンの皆さんと後ろの方に手を振ってあちらお願いします。こちらで終了になります。ありがとうございました。では、ここからですね、今日ご来場の皆さん特別に一般のお客様にも少しだけ撮影の時間、取らせていただきますので、皆さんカメラの準備よろしいでしょうか。はい、では山崎さん、今日見事ランキング50名の皆さん向けにフォトセッションの時間を取らせていただきますので、はい、一緒にいらっしゃいます50名の当選者の皆さん向けにお願いします。では一般のお客様向けにお写真お時間取らせていただきます。はい、私の方でカウントダウンをしてまいりますので皆さんご協力お願いします。10秒前です。9 8 7 6 5 4 3 2 1終了です。はい、皆さんどうもありがとうございました。はい、皆さんここでカメラのままおしまいください。ありがとうございました。当選者の皆様撮影いただいた写真は SNS などで自由に撮影投稿可能です。